どうも、今回は工具メーカーのミルウォーキーさんよりとてつもないものをご提供いただいたので紹介したいと思います。よいしょ、オープン。うわ、これやば、これはすごいぞ。よいしょ、これ M18 フューエルシリーズの磁気ボール版になります。 M18 フューエル、要はこれ 18V のバッテリーで動かせるコードレスの磁気ボール版です。で、まず磁気ボール版って何ぞやっていう方のためにざっくり説明したいと思います。磁気ボール版の磁気はマグネット、磁石ですね。この部分がこう磁石になってると。で、ボール版っていうのがこれになります。これ知ってる人は知ってると思うんだけど、こんな感じで主に鉄板にこう正確に穴を開けるっていう機械ですね。で、このボール板ってのが海外のオランダ語だったかなの当て字らしいんですよ。だからピンとこない人いるかもしれないです。ただこういったものです。で、これが磁気ボール板になります。で、ミルウォーキーさんがですね、アメリカの工具メーカーなんだけど、英語名の方がこれイメージしやすいっていう方多いかもしれないですね。これ英語名だとこんな感じで、マグネティックドリルとかマグドリルって呼ばれています。要はこうマグネットの力で鉄板にひっついて動かなくして、でドリルで穴を開けるっていう、まあそういった工具ですね。じゃあまずこのマグネット、ここについてるんですけど、これを見ていきたいと思います。まあ、こんな感じで、めちゃくちゃ強力な磁石がここに内蔵されてます。でですね、こう来て、ここ見えますかね、こう矢印にこの磁石のマークみたいなのがあって、こっちにこうハンドルを回してあげると、もうこれでもうビクとも動かないようになります。はい、もうこんな感じで、横にしてもビクともしないぐらいひっついてます。で、これどれぐらい強い力でホールドしているかというとですね、ここにマックス8890Nってあります。なので約900kg ぐらいのホールド力があると。すごいですよね。このマグドリル本体だけを保持できるとか、そういうレベルの力じゃない力でこうひっついてくれます。なのでこう天井にこうガチャンとこれをひっつけて、天井に正確な穴を開けてあげるとかって、そういう使い方もできるようです。で、まあこう動かないんですけど、これ外したいときは簡単で、このレバーをさっきとは逆の方にこうやってあげると、もう簡単にこんな感じで取り外せます。これすごいですよね。で、これ何がすごいって、この部分はバッテリーを必要としないんですよ。磁石だけでこう完結しちゃうんで、コード式のやつだとこうボタンでこの磁力を操作したりとかってあるんだけど、それだと電力を供給しないと、逆に言うとこうひっつけたりできないんですけど、これの場合はこうバッテリーがなくても簡単にこう保持できちゃうと。で、次このハンドル、こっち側にこうボタンがあって、でここにはこう穴があるんだけど、こんな感じでこうカチャッと合わせて、でボタンを押しながら押し込んであげると、もうこう簡単にこのハンドルがこう取り付けられると。で、まあ、ここにこうドリルのビットがついてるとして、こんな感じで簡単にこう上下させてあげることができると。で、この取り外し式っていうだけでも素晴らしいのに、こっち見てください。これもう分かってる方いると思いますが、ここに穴があって、さっきと同じようにこう取り付けてあげて、で押しながらこうやってあげると、こっち側でもこう操作ができるようになると。なので、この利き手とかこの状況立ち位置に応じてこうハンドルを付け替えてあげて、こう穴を開けてあげるっていう、こういったことができると。こう来て、はい、まあ、ここに、こうレバーがあります。こうマークがあって、ドリルモードかカッターモードかを選べるようになってます。ここで回転数をこうチョイスできると。で、このカッターっていうのが、これさっきのケースです。で、ケースのこの部分にこう蓋がついてて、ここに、こういう円状のカッターですね、これを収納できるようになってます。
でこっちにはパイロットピンもこう収納できると、まあ、これは自分で買ったものなんだけど、こういったカッターを使う場合はですね、ここをこうカッターモードにしてあげて、でここをひねれるようになってるんですけど、こんな感じでワンタッチで取り付けできるっていう。でこのカッターモードの場合はですね、最大38ミリまでのカッターで、38ミリまでの穴を開けてあげることができるそうです、はい、でこれ取り外す場合はもうこんな感じで簡単にこう刃をこう取り替えてあげることができると。でこのドリルモード、こっちの場合これが何かというとですね、これ、ちょっとさっきからちょこちょこ映ってた、このまさかのシャンクがついてくると、これを同じようにこうカチャッとやってあげてですね、こういったものも付属するので、こういうドリルビット、こういったものもですねこう使えるようになると。でこれちょっと合わないじゃないですか、高さこう一番上に上げても合わない、そういう場合はここにこういうレバーがあるんで、これをこう緩めてあげれば、ここさらにこう上げたり下げたりしてあげることができるようになるんですよ。でここロックして、であとはこれをこうやってあげて、こう締めてあげれば、こういったドリルもこう使えるようになると。いやこれ素晴らしくないですか。でこのドリルはですね、13ミリまで、まあ、これがそうなんですけど、13ミリまでのドリルに対応しているそうです。このマグドリル、鉄板に最大50ミリまでの穴を開けてあげることができるそうです。50ミリってやばくないですか。これ測ったらこれがだいたい50ミリです。この厚さの鉄板に穴をこう開けてあげることができると、うん、ちょっともう自分びっくりしちゃった、はい、じゃあこれで穴を開けていきます。まずこの24ミリのこのカッター、これを最初に使ってみましょう。なのでこれをカッターモードにして、これさっきのやつ取り外します。このカッターを装着すると、これめっちゃ簡単ですね。でこれちょっと上げてあったんで、こんな感じで下げてあげます。カッターの場合はこの切削油をこう使えると。で切削油はですね、ここにこういうニップルみたいなのがあって、ここにちょっと後で入れるんだけど、切削油入れてここに接続するじゃないですか。これ見ててください、ここにもこうマグネットがあって、ここにこうカチャッと取り付けられるんですよね、この切削油タンクを。で場合によってはこっち側にもこう取り付けてあげることもできると。でですね、鉄柱とかにこうガンってつけて、これ自体をこの鉄の柱とかにもこうつけてあげるっていうことができるらしいです。いやこれ本当によく考えられてますね。ということでこの鉄板を用意してみました。12ミリの鉄板です。よくある 1.2 センチのやつです。これに穴開けてみたいと思います。こんな感じで切削油をセットしました。でこのコックをこうひねる、下にこうひねるともうこう給油されます。でバッテリーはこれ 18V の 12A ハイアウトプットのバッテリーをセットします。こんな感じでバッテリーをカチャッと。でですね、ここにこうライトがあるんですよ。これやってあげるとここがつくと。これもいいですよね、暗い状況でもこれ使えると。でスイッチはここになります。これをこっち側にこうやるとオンになると。ただこのままではこう動かないんですよ。っていうのも鉄板をロックしてあげて初めてこう動くようになります。でこれ止めるときはこうやってあげると止まります。このスイッチがこの安全にかなり配慮されてるらしくて、まあ、例えば万が一こう軍手とかはめてやってる時に巻き込まれちゃった時にこうすぐにこう止めれるようになってるらしいです。ここがそもそもロックされてないフリーの状態だと電源が入らないんですよね。なので絶対にこうマグネットロックしてあげないとこう電源が入らないと。だから横ずれの心配がないんですよね。フリーの状態で打ち込めちゃうと これが暴れて大怪我につながりかねないんで、そういった面も配慮されていると。じゃあこれで穴開けてみます。マグネットロックして切削油をオン、はい、で電源オン、
うわ見てくださいこれ、こんな感じでかなり正確な穴を開けられると。すごいな、 1.2 センチでも余裕で穴開いちゃいました。これはすごいぞ。はい、てな感じでこんな高精度な穴も開けられると。でもうこれ冷めたんで、ちょっとこれ抜いて、ちょっと径が違うんだけど、これ 25mm のやつ、これでもうちょっとやってみます。はい、これで、これさっきよりもちょっと大きい 25mm の穴で、まあ、これで個人的に何ができるかと言いますと、こういったユンボのバケットピン、これがですね、うち、まあ、わさび農家で、わさび田でこんな感じで、特殊なバケットって売ってないんで、結構自分で作る必要があるんですよ。でそういった時にですね、このバケットピンのこの穴ですね、これが 25mm なんですよね。うわこれぴったりシンデレラフィットだわ。あ、やっぱ1ミリ違うともう全然入らないですね。こっちだとこうストンと入ります。これはこれ超嬉しいぞ。これは非常にいい戦力になる。これを前までこれ開けるのがめちゃめちゃ至難の技だったんですよ。すんごい苦労して開けてたんだけど、さっきのマグドリルがあればこういった穴も正確にしかも簡単に開けられるんで、こういった特殊なバケットを作るときに非常にありがたいんですよね。でうちにあるユンボなんですけど、これヤンマーの SV05 っていう型で、それの他にクボタの U08 と U10 もあるんですよね。でそれのバケットピンの径が全部 25mm なんですよ。なのでさっきの 25mm のカッターがあれば一通りのユンボのこうバケットを作れると。これからこういろいろな特殊なバケットも作っていこうと思います。これもかなりうちで大活躍しているスキットローダー、トヨタのジョブさんっていうやつなんだけど、これもアタッチメントなんですよ。ここをこうガチャってやってあげるとここが取り外しできるんだけど、これのバケット、特殊なバケットも今後作りたいと思ってます。こういうバケットですね。これ雪かくやつです。でそれの他にこれフォークグラップルっていうやつで、こう爪でこう掴めるんですよ。で今ちょっとこんな感じでフォークがついてるんだけど、これが、多分あんまり強くやると折れちゃうんで、これを補強するっていうのと、あと杉菜をそのままガッとなんて言うんだろう、すくって砂を下に越せるように、そういったスケルトンバケットみたいな感じですね、もうちょっと作ってあげたいと思います。でさっきのマグドリルがあればこういうとこも、これこんなのさっきの 1.2 センチかあれが開けばもうこんな6ミリとか8ミリの鉄板なんて余裕で穴開くんで、こういったものも加工したいと思ってます。なのですごい戦力がどんどん増えていくっていう感じですね。もうこれがあれば人力でやるよりもはるかに早いんで、こういったものも今後いろいろ作っていきたいと思います。これが標準のバケットですね。まあ、こんな感じで、廃材とかいろんなこう鉄板もこう手に入ったんで、こういうものを加工していろいろ作りたいと思います。てかこれでも 3,4 センチぐらいあるのかな。これでも穴開きますね。そうまさしくこういった穴も開けられるんで、こういうボルトを止めてあげたりとか、
かなりの強度が必要な部分もこう自分で作ってあげることができるっていう、そうこんな感じのやつですね。こういうのも自作できると。素晴らしい。ちょっとこれさっきのやつ、せっかくなんでこれも使って穴開けてみたいと思います。これもう冷めたんでこう取って、はい、こんな感じで。でですね、こういう形のドリルの場合は切削油は使えないらしいので、まあ、こういったものを使うか、まあ、これはあの塗るタイプのやつなんですけど、こう塗るタイプか、それかまあ直接こう切削油をかけるみたいな、そんな形で、やるそうです。いやもうこれパワーが半端ない。もうゴリゴリ、なんていうんだろう、もう手で振動で伝わってきますね。ゴリゴリ進んでってるっていうのが。これ何がすごいって、この穴、これのまあ精度もすごいんだけど、このバッテリーがですね全然減らない。これだけじゃ全然減らないです。こういった加工もできると。ちなみにこれもめちゃめちゃ使いやすいです。でここいずれ解体予定の場所なんですけど、ここにちょっと最後穴を開けてみたいと思います。こんな感じでう余裕で穴が開けられちゃいます。すげえな。で、さっきみたいにこう、ボルト加工とかも簡単にやってあげることができるようになると、なんかこう取り付けたりとか、そういった時に非常に便利ですね、これは。でアメリカのミルウォーキーさんの公式の YouTube の動画とかだと、鉄塔に登って、マグドリルでこう穴を開けたりとかって、そういう、場面の動画とかも流れてるんで、まあ、そういった職業に限らず、こういう鉄板を加工したりっていう、そういう作業がある人にとってはこれ非常にいい道具なんじゃないでしょうか。でこれ同じくミルウォーキーの 12V のハイスピードラチェットレンチってやつです。これ車を整備したりするそういった職業の方にも非常におすすめです。こう細かいところにもこう入り込んで、こうボルトを締めたり緩めたりっていう、そういったこともできるんで、こうちっちゃいこういうシリーズも、これかなり人気あるらしいです。はい、ということで、今回こんな感じで何個か穴を開けてあげました。しかもこれに関しては厚みのある鉄板ですね。で最終的なバッテリー残量は4分の3ですね。メモリ1つしか減らせませんでした。バッテリーあたりの穴の開けられる数なんですけど、これさっきやった 25mm のカッター、これじゃなくて 18mm のカッターで 6mm の鉄板に、これじゃなくてこの 5A のバッテリーを使用して穴を開けた場合、40発穴を開けられるそうです。なのでこの 12A を使えばそれの倍以上、まあ80発から90発分ぐらいの穴を開けられると。このチャンネルでは使ってみて良かった点と、ここがなと思った点をまあ上げるっていうのが恒例の行事になってるんで、今回もやるんですけど、今回はここがなと思った点かなり少ないので、そっちから先に言います。まあまずはですね、この切削油のこの調整レバー、これがですねちょっと最初使う時は慣れが必要かもしれないです。結構最初のあたりドバドバ出ちゃってたんで、ここの調節量はまあやっていって慣れるしかないかなっていう、まあ、そんなところですかね。あとはですね、こう鉄板を
もうロックしちゃうと本当に動かなくなるんで、まあ他社メーカーでちょっとあるんだけど、こう最後にちょっと微調整して最終ロックみたいな、本当にちょっと微調整できるっていう、まあ機構があるものもあったりするんで、それ欲しいなってちょっと欲張りですけど思っちゃいました。いやただもう本当にそれぐらいですということで、使ってみて良かった点、まずはもうこのパワー、もうコード式にも勝るぐらいのこのパワーを誇る、しかも 50mm、 この5センチの厚さの鉄板までいけるっていう風に、まあスペック上あったんだけど、今回使ってみて、絶対これはいけるだろうなと思いました。はい、なのでパワーが半端ないです。であとはこのコンパクトさ、もうこの大きさで、こんなクラスの穴が開けられるんで、もうこれは快適極まりない。でこのマグネット、これも素晴らしい。もう絶対横ずれしないし、こんな感じで簡単にリリースもできて、持ち運びもかなり楽です。このハンドルも持ちやすいです。でまあこんな感じで、これ自体軽くはないんですけど、もう全然持ち運びはできるんで、これに比べたら、もうすいすい持ち運べると、っていうかもうそもそもこれ持ち運べないんで、これ重すぎて、これ80キロぐらいあったのかな。でもうこのコンパクトさなので、正直これの出番ちょっとというかかなり減ると思います。これのおかげで今回穴開けた 12mm の鉄板なんですけど、あれ重すぎて持ち上げられないんですよ、一人では。しかも大きいんで、真ん中、あの鉄板の真ん中とかに穴開けたいと思っても開けられないんですよ。これの場合は鉄板のど真ん中とかにもガンとこう設置してロックしてあげれば、もうこう穴開けられるんで、もうどこにでも穴を開けられちゃうっていう。あとはもう暗いところでも、はい、こんな感じでライトもつけれるんで、暗い中作業することもできる。これもいいです。でこのドリル部分、ここがワンタッチっていうところ、これもかなり使いやすいです。でここのレバーもこうワンタッチで、こっちにこう取り付けてあげることもできます。本当に左利きの人でも右利きの人でも全然使いやすいと思います。この取り回しの良さは本当にすごいなと思いました。初めて使ったんだけど、もう迷わずにこう使ってあげることができました。ということで、これ使いやすくてパワーもめちゃめちゃ強いんで、これからかなり心強い相棒になりそうです。でこれ 18V なのに、なんでこんなにパワー強いのかってちょっと疑問に思ったんで、ミルウォーキーさんに聞いてみたんですけど、その答えがですね、これらしいです。もうパッケージにも書いてあったんだけど、この3つ、これがミルウォーキーさんの肝だそうです。まずこのパワーステートブラシレスモーター、このモーターがですね、これもう自社開発、一から自社開発してるらしいので、工具専用のモーターとなっているようです。これを使い回してなんか他のものを作るとかじゃなくて、これだったらこれ専用のモーターを一から自社で作ってるらしいです。で次、これこのレッドリンクプラスインテリジェンス、このレッドリンクっていうやつですね、このモーターとか動かすこの半導体なんだけど、これがかなりパフォーマンスを最適化してるらしいんで、効率よくこういった電動工具を動かせるようになってるらしいです。で最後このバッテリーですね、レッドリチウムバッテリー、これがこの中身とかもかなりすごいこだわって作ってるらしくてですね、この3つが合わさってかなり効率よく 18V キーであってもこういったパフォーマンスを発揮できるようになってるらしいです。でこのバッテリーなんだけど、これまあこれ 12A で、このこれ自分かなり最近気に入ってる同じくミルウォーキーさんのチェーンソーなんだけど、これですね、前出した動画見てくれた方だったら分かると思うんだけど、これ他社製品の 36V クラスのチェーンソーに匹敵するぐらいのパワーがあるんですよ。これなんでかなと思ったら、すいません、これ前回このチェーンソーの動画で伝えられてなかったんだけど、っていうか自分すいません知りませんでした。これ教えてもらったんだけど、こっちでやるとこれえげつないぐらい切れるんですよ。でこっちだとちょっとオーバーヒートをこっちよりはしちゃうかなっていう感じだったんだけど、これ違いがですね、そもそもこれ中身全然違うらしくてですね、こっち、今回も使用したこの12アンペアとか8アンペアとかこの3アンペアにも書いてあるんだけど、ハイアウトプットって書いてあるんですよ。でこっちの5アンペアはこうハイアウトプットって書いてなくて、っていうのもですね、もうこれ中に入ってるセルがこっちの方がこんな太いやつが入ってるんですよ。こっちよりも一回り大きいセルが、これ中に乾電池みたいなやつが何本もまあこう入ってるんだけど、かなり一本一本大きい。でヒートシンクとかもかなり分厚いものがこう埋め込まれててですね、こっちもすごいんだけど、こっちの方がさらにハイパフォーマンスなバッテリーになってるようです。なのでこっちも使えるし、
こっちも使えて、どちらでも最適なパフォーマンスを発揮できるようになってるらしいです。でこれさらに驚きなのが、これ自分が調べただけでもこの磁気ボール盤7年前ぐらいから出てるんですよ。でこのチェンソーももう4年前ぐらいにはこの形で販売されてたんですよね。っていうことは最近開発されたこういうハイアウトプットのバッテリー、どちらでもこう動かせるように設計されてると。未来のものに対してもこう先を見据えてこう商品を作ってる会社さんだなっていうのは話を聞いてて今回思いました。中身もこれ以上ないぐらい最適化されてるんで、いわばこれもう完成しちゃってるんですよね。だから数年に一度、2年に一度モデルチェンジしていくとかって、そういうことも他の商品見てもあんまないっぽいんですよ。なのでそういうスタンスで製品を開発していってる、かなり信頼できるブランドだなっていうふうに今回これ使ってみて余計に思いました。はい、ということでこのコードレスの磁気ボール盤、これ一般の人が使うかって言ったらそういったものではないんだけど、こういった鉄板に穴開けまくるとか鉄工所の人とかですかね、そういった方にかなりおすすめの電動工具になっております。でこれミルウォーキーさんが言ってたんですけど、特殊車両、いわゆるクレーンとか、あのトレーラーとかですね、ああいったものの改造とかにもかなり使われてるらしいです。この車両の一部分になんかこうパーツをつけたりとか、そういったものの加工をする、そういった現場でも結構使われてるらしいです。このチャンネルではさっき見せたようなユンボの特殊なバケットとかスキットローダーのアタッチメントですね、ああいったものをこれからバンバン作っていく予定なので、これかなり活躍してくれると思います。またそういった作業をやるようだったら動画にしたいと思います。これ気になった方がいましたら概要欄にリンク貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。ということで今回はコードレスの磁気ボール盤の紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。